はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、桃助です。先日っていうかちょっと前になるんですけども、キャンプに行ったんですよ。で、そのキャンプは無線仲間の集まるキャンプで、そこで久しぶりにモフスケとクロスケとね、一緒になったんですね。同い年の3人ということで、スケ会とか言って仲良くしてるんですが、その時にですね、こうやっぱ無線化同士だとランデブーして走ってると、こう無線で更新しながら移動するじゃないですか。で、僕は、このデジタル簡易無線と TS480 が乗ってるので、まあ、デジカンで更新するか、まあ、あとは50メガ FM かな、みたいな感じなんですけど、モフスケはデジカンか、144-430っていうのが選択肢なんですね。で、クロスケはデジカン嫌いなんですよ。あいつデジタルはなんかネギと同じでなんか食わず嫌いな感じで、デジカンは嫌いだと。で、144-430のアナログの無線機と、僕と同じようにこの TS480 を積んでるわけなんですね。そうするとですね、3人が共通で更新できる、無線というか周波数がないということで、どうしようかという話になるわけですね。それでなんか3人でキャンプ場で、なんか立ち話っていうか、はい。お前が400詰めようとかね。お前がデジカン詰めようみたいな、3人で堂々巡りの、はい、議論になったわけなんですが、私妥協して、詰みました。はい。430出れるようにということで、ハンディ機のね。まあ、最近僕としてはもう現役じゃないというか、もう他のね、トランシーバー使うようになったので、遊んでいた ID31 を車に車載しましたんで、これ使ってね、初心者でもまあこんな感じでつければ簡単にアマチュア無線のモービル運用できるよというお話をしたいと思います。はい、でご覧のように、車にですね ID31 を取り付けております。以上ですみたいな感じなんですが、まあ、手軽につけたかった。だから本当僕にとっては430で更新する機会って、まあ、そういう本当仲間とランデブしてどうしても430じゃないとっていう時とかなんで、わざわざなんかモービル機つけるほどでもないかなと思ったので、この ID31 を選択しました。で、どうやってつけてるかっていう話をね、したいと思うんですけど、まず固定しなきゃいけますよね。これね、この間、紹介した中華製のトランシーバーのホルダーですね。これ使って、この通電のこの下が僕開いてましたんで、ここに吸盤でくっつけて、ハンディ機をね、ベルトクリップで引っ掛けてるという状態でございます。で、まあ、長時間運用すると、まあ、バッテリーだけでは困るということで、はい、こちらですね。これ CP12L というアイコムの純正のシガーソケットアダプターをつけて、います。これここの端子は ID31 だけじゃなくて ID5152、あと ID50 も共通なので、まあ、アイコムの最近のアマチュア無線機、ハンディ機だったらみんな使えるんじゃないかなっていうね、ものをつけております。はい。で、本来であれば、これバッテリーね、バッテリーつけて、このシガーソケット電源で充電しながら、電源も入れて送受信もするってあんま良くないと思います、バッテリーにとってね。だからバッテリー外して使ったりできるのがいいと思うんですけども、この ID31 って、このベルトクリップがバッテリーについてるんですよね。だからベルトクリップで固定したいと思うとバッテリーが外せないっていうね、問題が起きまして、まあ、ちょっともうこの ID31 用のこのバッテリー、この間紹介したと思うんだけど、共通でいろんなトランシーバーに使えるんですね。ID52 も共通だし、デジカンのね、ICDPR3 も共通だし、で、僕、数持ってるんですよね、このバッテリーね。なので、もうちょっと、使い古し気味のバッテリーつけて、
まあ、バッテリーがダメになっちゃう分にはもうしょうがないかなということでね、こういう使い方してますが、まあそんなにバッテリーの予備とか持ってないよっていう方はバッテリー保護を考えると、つけっぱなしで充電しながらっていうのは良くないかもしれません。はい。まあこんな感じで使ってます。で、まああとはこういうね、ハンドマイクつけると、まあ送受信できるということなんですが、一点ね、このやり方で不満があるとすると、このスピーカーマイクつけちゃうと音もスピーカーマイクから出ちゃうじゃないですか。これがちょっとね、本体の方が音はいいんで、どうしたらいいかなとかって考えてるんですが、設定で本体から音出すとか確かできないですよね。 ID サインチできたかな、できないと思うんで、はい。まあこんな感じで使っております。で、じゃああとアンテナということになるわけですが、アンテナはですね、まあ機台つけてっていうのはちょっとそれもまあたまにしか使わないんだったらそこまでかなということです。手軽に、これも初心者向きだと思います。ということでマグネットで立てております。マグネットと一体型のタイプの第一電波工業の144-430MHz 用のアンテナ MR73 というね、アンテナ、実残念ながらね、これ廃盤になっちゃってるんですよ。これね、何がいいかというと、まずマグネットの部分がちっちゃいんですよ。当然これで飛んでっちゃったりすることはないですよ。アンテナ軽いんで飛んでっちゃったりってことはないんですけど、ちっちゃくてここをちょっと曲がるようになってて、こうちょっとボンネットのこの縁で斜めになってるんですけど、この折り曲げ使って一応垂直にアンテナが立てられるということで、これめっちゃいいのになんでなくなっちゃったのかな。はい。このアンテナをね使ってます。でこれ多分144MHz は4分の1ラムダで、アースが必要だと思うんですけど、このマグネットでねきちっと、ボディにくっつくことで RF グラウンドは確保できてるんじゃないかなと思いますので、まあ、特になんか意識せずにね、マグネットでボディに取り付けてくれれば、まあ、144も問題なく使えるというものでございます。このアンテナ、BNC タイプと SMA タイプありますんで、まあ、中古とかね、あと在庫残ってるものに見つけるときはどっちなのかって確認してください。ただね、残ってるのね、僕の感覚的には BNC のやつの方が多いと思います。で、実際ね、僕も BNC タイプのやつ使ってて、 BNC と SMA の変換をかませてます。はい、ということで今日はですね、モモスケのガンクル80のモービルシャック久しぶりだな、自分の車に144はこれ出れないけど、アマチュア無線の430出れるようにしたのもう何年ぶり、多分 3,4 年ぶりだと思うんですけど、一応ハンディ機つけて出れるようにしましたということで、まあ、HF から出れる状態になったわけでございます。クロスケくん、これでどうですか、文句ないですか。430出れるようになりましたんで、430の DV モードでランデブーしましょう。デジタル嫌いとか言わずに、はい、やらないだろうな。まあ FM になると思うんですけど、はい、ということで、まあこういう取り付け方久しぶりにしたんで、初心者でも参考にできる、簡単なアマチュア無線機の車載の仕方じゃないかなと思うんで紹介してみました。バッテリーの件とかはね、注意して使ってください。この動画役に立ったという方は高評価ボタンを押していただけると、モモスケの動画作りのモチベーションアップにつながります。チャンネル登録もよろしくお願いします。 X もやってます。説明欄のリンクからチェックしてフォローしてください。以上、モモスケでした。